はい、皆さんこんにちは、グローカルの松田です。今日はですね、国際協力の中のレバノンの魅力を伝えてもらうっていうのと、あとベイトレバノンっていうところをお話しいただこうかなと思ってまして、田中さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、田中さんの出身とあと簡単な経歴をお伺いしたいんですけど、はい、お聞きしてもよろしいですか。はい、出身はですね大阪でして、はい、で今は神奈川県に住んでいるんですけれども、2人子供がおりまして専業主婦です。はい、はい、でその傍らですね、女性が自分でビジネスを作っていけるようなビジネスコミュニティを運営していまして、今は。そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。早速なんですけれども、はい、田中さんがそもそも海外に興味を持ったきっかけであったりだとか、はい、まあ、今回レバノンの話いただこうかなと思ってますんで、はい、そこに興味を持ったきっかけっていうところもお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、そもそも海外っていうのは、はい、田中さんのバックグラウンドとしては何がきっかけで興味を持たれた感じなんですか。海外って意味では、おそらく高校3年生の時に起きた 9.11 のニューヨークのテロ、はい、でもっと前に遡ると、うん、英語っていうところで見ると幼稚園の年長時代にまで遡るんですが、そうなんですね、はい、年長時代に何が起きたんですか。なんか別に海外旅行ももちろん行ったことないし、親、はい、も全然英語も話せない状態だったんですけど、はい、たまたま母が探して連れて行ってくれた英語スクールがすごい楽しかったんですね、はい、で、まあ、その後すぐに父の転勤になって、結局2ヶ月ぐらいしか通えなかったんですけど、はい、そこでオーストラリア人の先生と歌を歌ったんです、はい、ローンドブリッジフォーリンダウン、あの歌を歌ったのがめちゃめちゃ楽しかったっていう記憶だけが残っていて、はい、学校で英語の勉強が始まってくるとすごい楽しかったんですよ、はいはい、っていうところからなんか英語がどん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 なんか好きになっていって、はい、で英語の勉強だけはなんか勉強っていう感じもなく、すごい楽しくなってやっていって、はい、だから成績も良くて、なんか英語関係かなって思っていた時に、はい、9.11 のテロがなるほど、でそこで私の中で海外と英語っていうのがマッチして、そういう方向に行きたいなっていう風になってたっていう感じです。なるほどですね。年長の記憶が今も残っててすごいかなと思ってるんですけど、もともと英語が好きで、そこを勉強してたっていうところと、はい、9.11 っていうところで海外っていうところがマッチして、はい、国際協力っていうよりは国際交流みたいな、そういったところにも興味持ったのかもしれないんですけど、そこでじゃあガーッと入っていくような感じなんですよね、はい、そうです。実際大学とかは英語を専攻されてらっしゃったんですか。大学は私も大阪外国語大学、はいはいはい、もう今は大阪大学に変わっちゃってるんですけど、そこでミャンマー語を専攻しました。あれ英語じゃなくなっちゃったんですね。そうですね、海外に行きたいって気持ちは強くなっていっていて、でまあそれをどの入り口から海外を見るかっていうので、はい、英語とかフランス語とか、はい、当時の私でも分かっていた、まあ、メジャー言語は人数も多いし、はい、私じゃなくても他の人がやってくれるだろう。なるほどなるほど。なんかちょっとこうニッチなところに行きたかったんですよ、はいはいはい、で、まあ、当時募集要項を見て、はい、自分が聞いたことない言語だけを残したんです、はい、でミャンマー語とウルドゥー語が残ったんですよ。で募集人数7人とかだったんですね。あーなるほど。これってあまり興味を持つ人も少ないだろうし、やる人も少ないだろうから、はい、だったら私がちょっとやってやろうじゃないかみたいな感じ、表向きな、まあ、そういう理由もあったのと、あとやっぱセンター試験との兼ね合いで、うんうん、絶対に現役で行きたかったんですね、うん、やっぱり英語とかフランス語だったら競争率も高くなってくるので、その2つの理由からミャンマー語、はい、当時はビルマ語で今はミャンマー語ですか。そうですそうですそうです。それで当時はビルマ語っていう形で、はい、ミャンマー語の専攻をしていたっていう形なんですね、はいはい、そうです。実際に外国語大学でビルマ語とかミャンマー語を勉強するのって、どんな感じで勉強していくんですか。毎日語学の授業があるんですね、はい、で日本人の先生から習うこともあれば、ミャンマー語の先生から習うこともあって、あなるほど、もう本当にもう辞書引き引き、はい、もう長い文章読んでみたり、単語テストがあったりとか、はい、それこそリスニングの授業があったりとかっていう感じで、はい、もう語学漬けです。なるほど。実際ミャンマー語とかビルマ語を学ばれていて、面白いこととかってありました。ミャンマー語ってぜひ調べてもらえたらと思うんですけど、可愛いんですよ、はい、目の検査みたいな丸っこい文字なんです。あ字が。そうなんですよ、なんですね、絵文字みたいな感じですごい可愛いので可愛い文字で手紙もらったりしたらなんか嬉しいなとか、はい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 、あそうなんですね、はい、実際ミャンマーには行かれました。行けました。それ大学何年生の時に行かれたんですか。初めて行ったのは2年生だったかな。もうその時はミャンマー語は全然喋れるようになってました。ペラペラではないんですが話せるので、はい、楽しかった。実際行かれてみて、ミャンマーっていう国をどう見えてました、面白かったですか。なんかその時は、うんうん、高野山のプロジェクトで一緒に行ったんですよ。はいはいはい。ミャンマーって第二次世界大戦の時に、はい、日本人の方がたくさん亡くなられているんですね。で、未だにまだ見つかっていらっしゃらない方とかがいて、で、遺族の方たちがですね、ミャンマーに先祖の方を拝みに行く、うんうん、そういうイベントが年に1回あって、はい、でそこに学生たちにも知ってほしいということで、いくつかこう助成金をいただいて、私たちもお支払いするんですけど、負担を少なくして学生たちにっていう
ということで、うん、何枠か用意してくださったところで一緒に行ったんですね。なのでその時に感じたことは、うん、ミャンマーと日本人のつながりの深さであったりとか、外国っていう見方ができなくなってしまった。ああ、なるほど、まあ、いわゆるミャンマーも自分の中の一つだと、日本だけではなくて、うん、ミャンマーも深いつながりがあって、そういう風に感じられたって、なるほど。確かに一般の人たちから見たら、ミャンマーって全然違う国とか、全然関係性がないっていう風に見られてる方もいると思うんですけど、案外そんな感じではなくて、すごく親密に関係してるところもあるんだよっていうところを学んで帰ってきたってことなんですね、その後大学4年間ビルマ語を専攻されて、その後就職はそれに関係するような就職をしたんですか？それは結局就職は大学を卒業してから第二新卒で、まあ、大阪にある中小企業に入るんですけど、ミャンマー語で外交官になりたかったんですよ。はい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 。で受けたんですけど、まあ、4年生の時に落ちて、で翌年ももう一回卒業してから受けようかなと思っていたんですが、まあ、たまたまご縁のあった企業に就職をして、はい、そこからはちょっとミャンマーを離れていく、はい、あ、そうなんですね、という感じです。じゃあそこの大阪の中小企業のところはどういうことをされてらっしゃったんですか？そこはですね、キャッシュレジスター、スーパーで使われてるチンっていう、あのキャッシュレジスターを外国に輸出している会社だったんですね、はい、そこの対象は先進国とかを対象とされてたんですか？基本的には発展途上国と言われる国 で、まあ、アフリカを中心とした地域に輸出をしていました、はいはい、面白いですね。そういったところが中小企業の方で大阪であったんですね。そうなんですよ。具体的にどこの国に行かれてたりしたんですか？私はエチオピアだったんですけど、東アフリカを中心に始まっていったプロジェクトだったんですけど、うんうん、あ、じゃあもう具体的にはエチオピアに出張を何回も行って、はい、それを営業をかけるようなイメージだったんですかね？どちらかというと代理店、向こうで一緒にビジネスする代理店は決まっていたので、まあ、その代理店の人たちとどうやってやっていくかっていう仕組みを作るようなあのポジションで行かせていただいたんですね、はい、でそのキャッシュレジスターっていうのが普通のレジじゃなくて、エチオピアとかってもうレジを通してお会計しないんですよ、お店とか帳簿みんな手で書いてるんですね、はいはいはい、なので税金もそういうお店の人が手で書いた帳簿をもとに計算されるわけじゃないですか、はいはいはい、ってことは帳簿を書かなければ税金をちょろまかせるわけです、はい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 、すると国は税収が減ると、うんうん、病院作ったり道路作ったり学校作ったりするお金がなくなっていく、はい、なのでそういう機械を使うことを義務付けて、うん、もう必ずこれを通して売買履歴を残せと、うん、それをしないと店を閉めるぞっていう法律、はいはいはい、フィスカル法って言うんですけど、はい、そういう法律を作って、はい、でレジを使うことを義務付け、はい、国の税収を上げ、はい、国民の生活レベルを安定させていくっていう、はい、そういうプロジェクトが始まったんですね、ケニアで。それは、あ、そうなんですね。もともとは、まあ、イタリアのマルタ島で始まったって言われてるんですけれども、うん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 、なんかポーランドとかは、まあ、それがすごく成功した一例だというふうに言われていて、私が入社した時はそれがちょうどアフリカで始まりかけた時だったんですね、はい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 、でケニアで導入されて、それを見たエチオピアが自分たちも追随すると、うん、でエチオピアで始まるよって言ったタイミングで私が送り込む、はい、あ、なるほどいう感じです。じゃあエチオピアでそういったところを担当されていて、3年間ぐらいいらっしゃったっていうことですよね、はいはい、でその後は何されてらっしゃったんですか？でその後は長屋梅酒ってことですか？はい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 、長屋梅酒に転職をして梅酒の海外営業に、はい、そうなんだ、はい、海外にいて頑張ってらっしゃる日本人の方に、まあ、その日本の伝統の味をお届けすることで、またその世界で活躍できる日本人が明日も頑張ろうって思えたら、はいはい、少し遠いですけど、でもこれもなんか一種の国際協力というか、そんな形になれるのかななんて思って、はい、ですごく海外展開もしていたので、はい、転職させていただきました。あ、そうなんですね。じゃあ長屋梅酒の海外営業みたいな形で入った感じですよね。フォーカスする国はどこだったんですか？当時は台湾と香港、はい、あ、そうなんですね。じゃあもう最初は香港とか台湾っていうところに営業をかけてたってことなんですね、はいはい、じゃあそこの長屋梅酒のところで特にアフリカと関わることはそんなになかったんですか？なかったです。うーん、なるほど。そこからレバノンに関わってくるのって何がきっかけになるんですか？そこでちょっと販路を広げていかなきゃいけないよねっていう話で、私の先輩が中東を攻め始めていたんです、はい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 、で、まあ、先輩が忙しくなってきたのでちょっと中東地域を明け渡すみたいな形でいただいたんですよ私。なるほどなるほど。でそれはドバイの突破口に、まあ、中東を全部行こうっていう話 で、うんうんうん、でドバイの免税店空港に入れてもらうっていうところからアプローチをかけていったんですけれども、はいはいはい、まあ、そこをきっかけに、まあ、ドバイだったりヨルダンだったりカタールだったりっていういろんなところを攻めていく一環でレバノンと関わっていくっていうような形。ああ、なるほど。じゃあ販路拡大のために中東を攻めた時に、はいはい、まあ、そこの中東の地域の国を全て当てるという形でレバノンに入っていったって感じなんですね、はい、そうですそうですそうです。ありがとうございます。ちょっともう少し深掘りしたいなと思ったんですけど、はい、中東地域でいろんな国あるじゃないですか、いわゆるドバイもあるし、はい、ヨルダンもあるし、素敵な国いっぱいあると思うんですけど、その中でレバノンに特に魅力を感じたところって何かありました？たまたまレバノン人の方で長屋梅酒
ど、はい、海外で飲んだことがある方がいらっしゃって、でこんな美味しいお酒を自分の国で買えないなんて悲しすぎると、はい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 、私たちが売るので、はい、一緒にやってくれないかってお誘いのメールを実はいただいたんですね。そうなんですね。そこからレバノンってなんだ中東じゃんみたいな、はい、っていう形で中東計画だから、はい、もうくるっと一緒に入れちゃって、うんうん、レバノンも一緒に進めていこうみたいな形で入っていきました。そうなんです。その方はレバノンの方なんですか？レバノン人の方で、はい、すごいですね。長く仕事でイギリスにいらっしゃって、でイギリスは結構大きなマーケットももっと昔からやらせていただいてたんですね、朝陽務所が。でそこで朝陽務所をしてくださっていて、で実際レバノンに入っていくような形なんですね、はい、そうです。なるほど。で実際朝陽務所にはどれくらいいらっしゃったんですか？はい、そこも3年です。あ、そうなんだ。結論から言うと、うん、中東の方にも朝陽務所は好かれました？好かれたと思います。そうなんですね、うん、やっぱ梅酒っていうあの概念はあんまないんですかね、そもそも梅酒をプラムワインっていうふうに言われる方もいらっしゃるんですけど、うん、なるほど。プラムと梅はもともと違う、はい、で梅っていうものが取れない以上、うんうんうん、梅酒は作れない。あ、じゃあもうそこは強みですね。確かに。あ、なるほど、面白いですね。ありがとうございます。ここまでは、はい、国際協力に入ったきっかけから、はい、レバノンっていうところに触るまでっていうところをお話しいただいたと思うんですけど、はい、次からはちょっとレバノンの魅力っていうところもお聞きしていきたいなと思ってますので、はいはい、次回お楽しみいただければなと思ってます、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。